ーカーカフェは旭川にあるゆるくビジネスを相談できるカフェスタイルのコンサルティングです。マスク。はい、どうも、こんにちは。こんにちは。なんか怪しい話がちょっと舞い込んできてましてね、おっちゃんの方からなんかね、引っ越しするっていう噂を聞きましたよ。そうなんですよ、突然ね、突然降っちゃいましたけど。降っちゃいましたね、うん、突然来ちゃいましたけど。で、天気も怪しい状態になってますね。この連休中はずっとこんな感じですかね、うん、今日はなんかね、怪しい中から引っ越しというテーマは引っ越しです。それで行きたいのは引っ越し移転、うん、ね、シーズンですかね。そうですね、うん、ちょうど引っ越しシーズンかなみたいな。でその裏側を探りたいという、はい、どうなんでしょうかね。なぜ引っ越しかと。なんかね、私がこの間ちらっと聞いたら、同じところで部屋変えたんじゃないのって惜しいって言われたから惜しいんですよ、非常に。だけどもう一回考えなくて、それで書かなかったんだけど、あ、分かった、大家が同じで、このシリーズの違うエリアにあるところに引っ越した。当たり分かってた。大家さんが一緒なんですよ。いや、そうかなと思って、なんか建物の写真ちゃっとね、雰囲気がね、なんとなく似てるわ、これちょっとデザインチックな感じ。欲しいって言ったところで、あ、これは当たっちゃいましたね。大正解です。そうなんです。で、エリアはどこになるんですか。今はこれ西何丁目だよね。しかもエリアは同じ西なんですよね、これ。あら、そうなの。そうなんですよ。この近所に何棟か大家さんがアパートを所有していて、そのうちの1棟に空きが出ましてですね、たまたま。何、今より広いってこと。今より狭くなっちゃうんです、逆に。あれ、あれあれ、そうなんです、ちょっとこじんまり。どうして狭いところ。ちょっと事務所を中心でやろうかなと、うん、まさかここと2棟借りたわけじゃないよね。いや、違うんですよ。そうなんです。駐車場はどうなの。駐車場はあの道路さんって向かい側にあるんですよね、うん、来客用もある。ありますね。あ、今度いいかも。ああ、そうなんだ。いや、なんか同じ大家さんで、神楽がいいなって言ったから、神楽にそんな案件があったのかなと思って、ひたすら神楽走りながら、あの写真に似たようなとこないかな。神楽をずっと探したところに、うん、たまたま同じ大家さんの物件が、うん、空きが出ましてですね、うん、じゃあちょっと見てみましょうかって話で、うん、なんで魅力をそう感じて、そうなったの。家賃が安いとか、なんかっていうんでもないんですけど、うん、まあ、ちょっとなんか雰囲気的にこうあるじゃないですか。とか、これは新しい、これより古いですよ。古い、そうですよ。でもなんか上の方にオレンジのなんかこう屋根みたいな、こう階段もオレンジになってて、もうテーブルがオレンジっていう、何かこの、そうなんです、なんかこのオレンジにピンとくるものがあったんです。そうなんです。で、6月です。前中高でどのあたりに引っ越し予定ですか。大体前です。前です。はい、近いですね。近いです、本当に。こっからの本当数百メーターのところに引っ越すわけで、うん、あれからもう一人もんだから、あの単身パックってやったらいけるんじゃないですか。そんな感じですかね。そんな感じ、マジで。寝室がなくなるとか、これにゴロ寝して暮らさなきゃ。あ、本当に布団引いて寝る感じですかね。まあそんな感じでもいいかなみたいな。なんでそこ基本っていうか、引っ越しがあれなんですかね。あの しようという気持ちに。いや、ちょっと事務所どの子のってたけど、ちょっとこの場所的にね、うん、まあそろそろ秋が来た。まあそれもありますかね、ちょっと、おう、そろそろ別なところ移ってみたいなっていうのあって、おう、そろ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 ですか。そろそろちょっと奥まってる、今より。奥まってますね。ああ、ちょっと落ち着く感じだね。そうですね、うん、ちょっと落ち着きます。で、インテリアどうですか。もう白壁ですか。白です。あー、またいじりね、いじりに入りますね。いやいやいや、すごいね。そうですね、ちょっとね、単身で事務所をあの低予算でやったらこうなるよ的な企画をやってみたいなと、うん、なるほど。それ楽しみにしてる人いるでしょうか。そうなんですよ、ね、このコロナ禍でちょっとこう、いや、なるべく予算を抑えて、うん、自分のプライベートオフィス持てますよみたいな、え、この予算でできるんですかみたいな。プライベートオフィス、そこが狙い目。そこを狙います。で、トータル予算これだけ、初期費用これだけでできますよっていうのをちょっと言ってみたいなと、うん、そうか、もう頭の中にはかなりその部屋も見てるし、ええ、構想がもう渦巻いてるね。そうなんです。それはそうなんです。ここにフェラーリを置いてとか、
ここにポルシェを売って、そういう車単位じゃないか。それも当たりです。それ当たり。当たりでございます。で、ワインのボトルはここでとか。それも当たりです。おかしすぎるでしょ、それ。家具はどうするの、これ。これで足りるの。いや、逆に減らしますね。あ、減らす。断捨離だ。そうですね。まあ、これは減らさないよね、これ。これはも持ってきます。これ基本だよね。あと、カップ、いつもの。今日違うけど、ええ、あれも減らさないよね。あれも減らさないです。トレードマークになってるから、減らさず、なんかちょっとしたこっちの台だとか、こういったものは減らしますね。あのカップさ、ええ、違う色のバージョンを買ったらどう、追加で。赤と白がある、うん、その日の気分によってこう変わって出てくるとかね。 色がいいような感じですね。今日晴れてるねって言ったらもう、その青で、青で、うん、ちょっと暑いなって言ったら赤が出てきて、ええ、うん、どう、その使い分けありですね、うん。あと、イケアのね、ええ、ソファーも結局黄色だっていう、ええ、黄色だと。黄色これどこなの、これ。かっこいいね。オグロフスというアウトドアブランドなんですけど、なんかこう、24みたいな、ダンダンダンってこう変わってきて、ポイントがすごいですよね。ポイントがダンダンダンって数字が変わって、あと何時間見るポイントがすごいですね。そこって感じです、そこ来たーみたいな感じ。来た。いやー、そうか。ちょっとね、このコロナ禍で皆さん、めんどくさくないですか、引っ越しって。めんどくさいですよ。めんどくさいけど、ね、このやっちゃえば、それでいいんだけど、いいんですけど、うん、そうなんですよ。うちなんかね、一軒家売っ払って、賃貸に入ったんですよ、マンション。大変でしたよ、これ 2家族分の家具があって、そうですよね。ものすごい断捨離しました。そうですよね。今思えば、ギターとか捨てなきゃいかったなとか、いろんなものが。出ちゃいましたか。うん、でほら、この間、ついこの間、昨日か、356のスピードスターの塗ったじゃないですか。あれ2台プラモデル持ってたんですよ。1台は塗装しないで組み立てて、もう1台塗装して組み立てようと思った時に、引っ越しに来てたお手伝いの業者に、あ、これあげるってあげちゃったんですよ。そう、あげちゃった。もう1台ジャガー E タイプあった、それもあげちゃったんですよ。あげちゃったんですか。で調べたら、ネット調べたら超レアになってて、今タカラトミーのそのプラモデル手に入らんみたいです。いくらじゃなくて手に入らんみたいです。それ分かって、もうこれレアなんだと思って356塗装したんですけども。いやー、なんかね、そういうこともあるんで。ちょっと断捨離もね、ちょっとね。断捨離もね、もちろんこれから、ちょっと椅子好きな芸があったとかね。後悔しますよね。後悔するので。考えなきゃいけないんですよ、ね。この世の中の断捨離の時代ですけども、私断捨離だって、断捨離苦手な人なんで。だからつい最近まで、幼稚園の時のお道具箱の箱がそのまま残ってたっていう、なんか物入れにしてたんだけど、下プッてめくってみたら、お道具箱って書いてあって、何組なんとかって自分の名前書いてたんですよ。タイムカプセルですね。これすごいやんと思って、すごいやんと思って、何年かしたらその箱なくなってたっていうね。多分引っ越しの時に、引っ越しの時に多分キーワードやっぱ引っ越しですから。そうですね。ね、そうなったという何かこう無駄なものを断捨離するタイミングで引っ越しという、うん、してほら、段ボールだらけになるじゃないですか。なりますね。引っ越した後ですよ。ええ。じゃあ何から設置していくのかなっていうのがみんな気になってる。そこなんですよ、まず。大きいものからですか。まずそうですよね。それともなんかあれですか、カウボーイの形のしたこのパネルを、ポスターみたいなやつをこう額をこう下げあるとか。そうですね、まず壁から仕上げて、そっからですよね。適当に言ってんだ、俺も。壁から仕上げて、全体的にこうレイアウトを考えていく。あ、そう？そっち？テーブルをどうしようとか。大きいものをあと。ええ。意外だね。今、全くその辺ノープランなんですよね、まだね。それ楽しいよね。考えるってことね。そうなんです。うん。そうです。そうですか。そうなんです。僕のような個人でね、オフィスやってる人向けに、こうなんか。明日から5月だけど、まあそこそこ時間あるね。ちょっと面白い提案ができないかな。ワクワク時間がね。そうなんです。いやー、意外でしたよ。あの、引っ越しするって言った時に、マジかいって、ついに神楽見っけたなと思ったんで。前から神楽と騒いだ人間がいましたね、一人。飲みに行くのも結局同じじゃないですか、今の。同じエリアなら。あ、だいぶ前にね、外ロケで神楽行った時にね、散々神楽を絶賛してもらったしですね。と思って、さっき聞いて。ついに神楽見っけたなと思って。どういうことだろう。なんかあの、パターンは読んでたという。ちゃんと考えることは分かりますよ、私。最近ね、読むというかさ、何クロ？何プラ？あれ、数字のやつ。
あるんですよ、はい、あの穴埋めてるやつ、ナンプレか、ナンプレ、はい、に数日前からハマっちゃって、ハマりましたか。ルールを覚えたらめちゃ面白いね、あれ。ああ、いや、みたいになんかね、笑われるんですよ、あのソリティアやってたったら、いやー、すっごいなんかベーシックなやつやってるねって言ったら、ソリティアやりましたね、懐かしいですね。ソリティア負けがあるんですよ、はい、ナンプレはね、絶対解読できるんですよ、だけどちょっと間違えたらぐっちゃぐちゃになっても、あーダメってなっちゃうから、もう確実に完全な証拠が出るまで犯人は決めれないんですよ。へー、あれはね、知らないでしょ、ルール。知らないです。ハマりますよ。だからなんか、はあ、右脳左脳ってあるじゃないですか、はい、左脳派の人に得意みたいな、私多分右脳だと思うんですよ。おお、でもちょっと佐野に入りつつ、はあ、やってみたらいいですよ。ネットで無料であるので。あるんですか、スマホで。はまります。あのね、基本的には9個の四角いマスがあって、それが増えていくんですよ、こうやって。9個で3個3個かな、はい、だから9個の箱が9個の中にあるっていう、はい、で同じ数字が絶対入らないっていう、それを読んでるんですよ。ここにこれ入れたらダメとかね、あと解き方もあるんで。いやー、これね、やっぱりやりだしたらもう飛行機の中とか新幹線の中あっという間に時間経ちますよ、これ。移動にはね、ちょっとね、移動には眠気来ないですよ。来ないですよね。いや、いつものこと、あの、脱線しましたけど、はい。そんなのを始めてますよ。なるほど、うん、面白そうですね。やってみてください、はい、どっちなんですか、右脳派、左脳派。どっちなんですかね。あの、考え方からすると左脳派だよね。はあ、あのプランとかそういうシナリオ的なこのものを起こして、はあ、あのビジネスをこう、はあ、作っていくじゃないですか、はい、それは左脳に、左脳だと思うんで。左脳派なんですかね。いや、それも 2,3 日前知ってたんだけど、右脳派、左脳派ってどういうことなんだろうって調べたら出てたんで、あ、これ私右脳派なんだな、でも左脳派やってんだなと思った時に、もっちゃんの、あ、これ左脳だよねと思って。はぁ、それもなんかさ、ビジネスの中に取り入れてったらいいんじゃない。面白いですね、うん、面白いですね。あなた左脳派だから、右脳派だから俺旅行だよとか怒る人いるかもしれないけど、でもなんか確かに、あ、区分けされてるわと思って。その区分け面白いですね、右脳派、あなたはどっちみたいな、うん、どっち派みたいな、うん、だから、いや、私はね、計算遅いんですよ、だから絶対左脳じゃないんですよ。あ、そうですか。うん、めっちゃ速い人いるんですよ、はあ、左脳派なんですよ、それは。あ、すごいよね。すごいですね。その2つに、人類のは2種類しかいないっていうことですよ。血液型で言ったら4種しかいないっていう。そうですよね、うん、でもその中に微妙にこうなんか違うだろうね。確かに、ね、血液型の区分っていうのは分かりやすいかもしれないですね、うん、確かに。そうなった時にね、うん、引っ越ししたら、うん、佐野派はどっから始めるのかなっていう、そこに結びつくわけですよ。手のつけるところね、まずね。私と違ったもんだから、はあ、私まずでかいものを決めてからこう後に壁入るんだけど、もっちゃんの前は壁から、冗談で言ったら本当に壁から。いや、壁からです。これが佐野派だね。そう、壁。まずトイレとかいろんなところに絵とか貼ってるじゃないですか。まずトイレなんかもう想像もできないもん。水が流れるかどうかぐらいのチェックしかできない。まず貼って、よし、貼るとこ決まったと思って、じゃあその貼ったところにこのテーブルちょっと置いてみようかみたいな、そんな感じですかね。だってさ、テーブルでかいから、もう大体置く位置が限られるやん、これ。そうなんですね、え、限られるやん。だからこれが最初に決まるのかなと右脳派の中では思います。ええ、うん、でも壁からちょっとあれ見せてよ、あれ、カウボーイ。さっき話の中で話見えないでしょ、これ見せないと。これ何の話よって。これでございますか。かっこいいね、これ、うん、これがね、これこっから決まってくるという。そうなんです。まずこれがポイントですよね。これがポイント。これね、この大きいの、これをどこに置いたらどうなるか。あ、これラングラーなんだね。そうなんですよ、ラングラーのコマーシャルなんだ。そうなんです。へえ、ラングラーです。あとほら、モニュメントね、これも、これがきっと私の中では最初のに決まってくるんだろうなと思いました、今の話聞いて。そうですね、私は一番最後で、ひょっとしたら引き出しの中に入ったままかもしれないです。あー、右脳派ですよ。
あー大きいですね、宇野とさんの違い。違う違うんね。いや、それを理解してると、ほら、もっちゃんがビジネスやるときに入り口の違い大きいですね。この人は宇野派、佐野派って考えといたら、はい、そのやりやすいんじゃないかなと。おっしゃる通りですね。この人はなんかあの美容師であれだから、芸術的だから宇野派だなとか、だからそのあんまり細かい、はい、その筋道立ててもダメだなとか、そこに考えないと。もっとザクバーに行こうかと、ね、それ喜ぶんじゃないかなと、マッチングするんじゃないかなと、あそこそこそこみたいな、ね、あそれいらないよみたいな、ね、そういうのあります。まずテーブル置きましょうっての運動派だ。そうですね、まずそこセンターにコーヒー出さなきゃなんだけど、まずテーブルを決めて、美容師のね、その芸術の人には、最後にこのやりましょうみたいな壁の方、はいはいはい、そういう区分けができるんじゃない。どうでしょうかね。その違い大きいですね。考えたことなかったですよ。全然考えないですよね、うん、やっぱり24っていうそのあれみたいなもんじゃないですか。やっぱポイントがやっぱ違うんですね。目をつけとる右脳派ですから。それそこはそこは右脳派なんですね。うん、佐野派そこに行かないですから。佐野派フードがついてるかなとか黄色だなとか。いや確かに確かに当たりってる。当たりってほぼ正解ですよね。だから私すごい苦手なことしてるんですよ、ナンプレ。はあ、私に合わないことしてるんですよ。あ、なるほどなるほど。右脳派的には計算できないから、ああ、うん、先読みできないから。はあ、先読みできると、もっちゃなんかやりだしたら、もうあの24時間やって仕事にならんかもしれない。ならないですね。うん、やばい。どっぷりこうなるとね、ちょっとね、他が見えない感じです、ね。でも、あの設計する人はすごいわ、ナンプレは。まあ、あのアプリの場合、自動的にフラッとこう出てくるけど、よくこの完成形からこう抜いた歯抜けの状態作れるなって。それもすごいですよね。うん、いや、あれ、なんか、本屋さん行ったら売ってんだよ、ナンプレのやつが、いっぱい、クロスワードみたいな。前から気になって、これ、なんだろうなと思って、ちょっと俺には無理なやつだと思って、数字がいっぱいあるから、計算するやつでもなかったっていう、ただ、穴埋めだったっていうね、よくあるじゃん、あのクイズ王かなんかで、漢字が 3つ、こう、あー、10人やってる、中に入る漢字が、あれ、無理だから、俺、絶対無理だ。そうですか。帰って、得意そうですけど。帰ってあのこう動いてて、これなんでしょうってこうやってだん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 実像になっていく、うんうんうん、あっちの方が得意、あーとか、あと間違い探しは得意、はいはい、でもこれ佐野っぽいよね。そうですよね、うん、間違い探しってなんか、うん、佐野のただ芸術的に見てから、はい、あ、なんか違うとかね。あー、なるほどなるほど。ねえ、そういうの考えてって、はい、でほらなんか最近さ、あの視聴者の人が、はい、結構車談義とか好きだっていうの分かってて面白いですよね。あのなんか YouTube からね、うん、入ってから来られる方もいらっしゃるみたいで、うん、そうなんだ。何気に、この脱線して車の話してるけど、意外と好きな人いるんだなと思って。車談義の中のミニカーがね、うん、だからさ、数日前にこのスピードスター赤くなったけど、次何作ろうかなって今、まあ、別に作ったのあるんだけど、はい、なんかちょっとアンティークな車で揃えたいなと思った時にもっちゃんに相談して、ロータスのエランとかあるけど、あれクーペとかないのとかね、でそういう話もきっと聞いたら面白いんだろうなと思って見てるね。そうですね、なんかこう昔のクラシックなやつを。そこにタルがあるけどさ、新しいタルがってめちゃ高いんだね。あれすごいですよね、ポルシェのね。なんか車両本当に1600万とか2000万近いですね、多分ね、初見入れたら。すごいね。あ、ほら、この間見つけたさ、女の子、九州の、はいはい、タイプ3の乗ってる女の子、はあ、あれ、ニューシューの旅してたんですね。うん、で、私も書き込みしたんですよ、ええ、で、いや、タイプ3、懐かしい、いいねって話して、うん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 、昔、ビートルとカルマギア乗ってたんだよって言って、うん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 、で、ハンドル今度変えるんですねって言ったら、うんうん、向こうから返事来て、うん、いや、ハンドル変えるの楽しいですから、続編お待ちくださいみたいな。コミュニケーション取れてるやん、これ。最高じゃないですか。ああ、ね、あの三角窓を猫開けて走るシーンなんかなおさらいいっすね。うん、ね、エアコンはね、一応ビートルオプションでつけれるんだけど、パワー落ちるから、基本的につけないんですよ。あ、つけれることはつけれるんですね。うん、だ私もう邪道なんですよ、はあ、エアコンついてるっていう時代が、はあ、なくてもいい、三角窓開けりゃいいっていう。風入ってくるものなんですかね。雨の日は困るけどね、だけどまあ入らんような開け方があるので、うん、それよりも空冷なので、冬の北海道、冬の心配。ああ、どうなんですか、冬の空冷。めっちゃ寒いです。寒い。
だからガソリンと灯油と両方あるんだけど、ストーブ売ってるんですよ。あの床の下に穴開けて煙突刺して、それを炊いてましたね。あ、そういうのがあるんですか。うん、床穴開けちゃったら水の上浮かばないじゃんと思ったんだけど、そんなこと言ってられんから。はあ、でもあれもさ、よくあの水の上浮くっていうけど、沈みますから、はあ、ちゃんとコーキングしないと。そうですよね、うん、まあ、床穴開けちゃうんですか、ね、そう、そこから煙突出て煙バーッと入って、だから目的地に着く少し前にもうストーブ切っとかないと回ってるんで困るんですよ。ああ、あれね、ヒーターは三国ヒーターって言うんですよ。三国ヒーター、国産なんですよ。国産なんですね。うん、何に使ったかって言ったらブルドーザーとかそういうの昔つけてたやつ。はあ、それをビートルにつける。ビートルにつける。あと友達はガソリンのやつもつけてましたね、うん、お前いつか爆発するぞって燃料タンクから引っ張ってるから。そうですよね、永遠にあるんですよ燃料。燃料タンクから供給して。そう、だから三国ヒーターは灯油タンクが、あのトランクの中に別にタンクがあって、そこに入れなきゃなんないんですよ、灯油。あ、灯油タンク、トランクについてですね。そう、あ、なるほど。それがね、クーレードビートルの弱点でもあるんだけど、実は南極でも使われたっていうぐらい寒さに強いんですよ、エンジンは。あ、そんなに強いんですか。うん、かかります。で、タイヤ15インチで倍、あの普通のバイアスタイヤだから、はあ、細い15インチで、はあ、埋まらないんですよ。リアにエンジンあって重しになってる。意外ですね。うん、快適ですよ。だから冬どうなのかなと思ってたんですけど、うん、冬はね、ヒーターがなかったらやばい。窓が全部霜で凍っちゃう。そうですよね。一応エンジンの熱をファンで送って前に持ってくんだけど、うんうん、その北海道の雪国の中ではちょっときついから。ああ、相当走り込まないと来ないですね。そうですよね、うん、逆に言うと、うん、普通の水冷の国産じゃなかったら、その車あるじゃないですか、結構早めに温まるじゃないですか。はい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 、はい、三国ヒーター、すぐいつからストーブすぐつけてやるもんで。そうですよね、本当だ、ポータブルストーブの。あと走る距離によってどこで切るかっていうのは難しいと。ああ、急に切れないんで、あ、ちょっと止まるまで待ってなきゃ。ああ、そのタイミングですよね。まあエンジン切っちゃえばいいんだけどさ。うん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 、うん、そうなってますね。そういう仕組みになったとは。うん、でね、こういう車のお話も聞きたい人もいるので。そうですよね。うん、いやー、なんか乗っちゃってもいっぱい見に行くありますよね。ありますね。うん、なんか次をなんか欲しいっていうのはあるんですか。次ですか。自分の乗ってきた車のミニカー全部こう並べたいんですよね。ミニカーとさ、プラモとダイキャストといろいろあるじゃない。プラモはもっちゃん大変だもんね。そうなんですよ。ミニカーがちょっといいかな。でダイキャストは結構高いんだよね。そうなんですよね。それもダイキャストみたいなもんなの、当時は。一応そうですね、うん、これもだいぶ前に買ったやつです。ただワークスあるんだよね、あのこの近くに、なんかタメ口ゲルダーだかなんだかっていう、あそこに出す気はございましたね。あるけどさ。そうですよね、うん、しかもなんか最近エアブラシが入ったというミニカー持ち込みで。ミニカー持ち込みで、持ち込みで、あれも買おうかなと思ってね、今、ルーターってやつ、あの歯医者さんで削るようなミーン、あれね、3000円くらいで売ってるの。あ、結構お手頃で買うんですね、うん、あれも買おうかなと思ってて、うんうんうん、であれないと困るところ結構あるのよ、うんうん、ヘッドライトくり抜いたりとか、今までドリルでやって、あとヤスリで試験やってるから、あれでやったら楽だろうなと思って。だんだん本格的な。いやもうね、エアブラシ来ただけでね、やばいですね。やばい、あの塗装すごかったですね、あのポルシェのね、いや意外と色を振るときは限られた範囲しか飛ばないんだけど、クリア振るときミストが部屋中飛ぶんで、あのなんていうの、塗装用のごついマスクしてます。はあ、あのこんなやつ、うん、それから発展してって私もいろいろ調べて、はい、そしたら防毒マスクって意外と6000ぐらいで買えるんだね。全部被るやつ、あのこうこういうやつが、うん、まあ、そんなこともね、発展してってこう調べるようになっちゃうんですよ。それは右脳派ですから。さすがビルダーすごいですね、うん、いつの間にいつの間に本格的な旅の時間で、ビルダーっていうかね、やっぱ面白いんだよね。あ、まあ、ラジコンの飛行機のミニチュア版作ったやつもあれも受けたしね、九州に送ったけど、いろいろバリエーション増えてますもんね今ね。車じゃなくて作ろうと思ってるのが、ヘリコプター作ろうと思ってる。ヘリ？ベル製のこういうやつを作って、うちのベアマガカラーにして宣伝で
取材用に飛んでるっていうか、サポート役のヘリを作ろうかな。おー、ちょっとぶら下げておくのモニュメントみたいに可愛いんじゃないか。おー、かっこいいっすね、うん、いいですね、ベアマガカラーの熊の絵がついてて、もっちゃんだったらコーヒーカップがついて、もっちゃんのイラストがついてるやつが取材ヘリみたいな感じで飛んでるみたいな、面白いかもしれないすごいっすね。昔うちの姉がね、なんかプラモデル作ってたことがあって、はあ、かっこよかったんで、ヘリのヘリがね、ヘリがヘリってなかなか見ないガラスの多いヘリだったんですよ。プラモデル作ってかっこいいなと思って見て、面白いですね、ヘリあげるって言われて喜んでます。いいっすね、ヘリ、うん、まあそんなことでね、今日のテーマは引っ越しでございます。はい、はい、どうなってることやら、うん、ね、お楽しみ、お楽しみ、はい、はい、どうも。